はい、こんにちは。札幌占い美容室の今がしのことです。今こちらビフォアの状態、ちょっとごめんなさいね。ビフォアの状態で、で中、今日は中に青っぽい色をここに入れたいですよね。青を入れて、でこっちは黒くなっちゃったでしょ。こっちは黒くしたいなっていうことで、前にアプリエというカラーで、こういうのアプリエで染めたんですけど、ちょっと動画でわかるかわかんないですけど、ここだけちょっと明るくなってるんですよね。でアプリエで多分あの透明感のカラーで染めてたと思うんですけど、結構アプリエの使い方間違っちゃうと、ここ今ネモキンしちゃってる状態なんですよね。でこのなぜネモキンしてるかっていうのがわかんないで使ってる方が非常に多くて、意外とで、とりあえずそれ使えば明るくて透明感がアプリは出せる、透けた感じの色味を出せるからとかで愛に使ってしまうと結構すごいいいものなんですけど、用途間違っちゃうとちょっと違う結果になってしまったり、透明感が出なかったりとかしちゃうんですよね。で、パウダーの量とかも結構考えて使わないと、失敗しやすい。ただメリットとしてはすごいハイトーンのカラーが作れるっていうのはすごくいいと思うので、こちらのここのところの原因っていうのをここでね、ヒントを出すとしたらちょっと熱なんですよね。その熱のが出る部分、この部分ですね、頭皮の熱がある部分とかは結構気をつけないと危ないポイントなんですよね。それ知らないでやっちゃうと結構こういう風に今トーンが今全然違う状態で、毛先のトーンと根元が全く今違う状態で根も気になっちゃってるとかっこ悪いカラーになっちゃいますね、はい、結局今のところは中のこのブリーチした毛に近いぐらいまで根元上がっちゃってるので、結構今複雑な感じですね。インナーカラーのブリーチしてるところと、表面の方はここだけ、ここまでが根も気にしちゃってて、ここからは色が入ってるみたいな感じでっていうようなベースになってるんで、これをまあちょっと直していきたいと思います。なんでアプリの使い方もし知りたい場合は、僕の LINE の方にコメントいただければ教えますので、アットマーク早昔の方までお願いします。で、この状態から今日カラーしていくので、あと何かあったっけ、青くしたいって、ここからくつろいでいいんだよね、はい、はい、っていう感じで皆さんにお願いがあるんですが、あとちょっとで1万人の登録者になりそうなので、まあ、ちょっとニッチな動画で一般受けする感じの動画ではないんですけども、登録してない方はぜひ登録していただきたいと思います。まあ、ちょっと狭いところで、狭いところに発信している部分もあるんですけど、まあ、その1万人突破するとまた自分のモチベーションも上がっていろいろ発信できると思うんで、皆さんよろしくお願いいたします。結構サイドを少しバックだけと思ったんですけど、サイド入れないと意外と入った感じ物足りないなってなっちゃうんで、結構サイドも、ちょっと R 状に入れてます。直線じゃなくてこういう R 状ですね、中から出てくるような感じにしたいんで、ここはちょっと R にしてます。 R からバックにこう R になってたんですね。こういうベースを作ってます。そして、機材の方が、まあ、ブリーチに対して、あるものをちょっと今お見せできないものを混ぜてます。もう一個はあとはこのファイバープレックスでケアブリーチをしていきたいと思います。これも入ってます。これにもう一個ちょっと足してるような感じです。まあ、僕の限定動画見てる方は分かってると思うんですけど、今日はリパレットでいきます。ちょっとインナーバッチッと出したいんで、ちょっとリパレットを今日は使っていきます。根元だけちょっと開けます。はい。で毛先は今日あるものをね、その入れてるんで、根元じゃないや、毛先はねちょっと抜かすじゃないや、時間差でいきます。はい。これはそのあるものを入れることによってワンブリーチワンメイクでまあブリーチ2回分ぐらいまでいけるかな。ブルー出すのがやっぱり結構明るくしないと
綺麗に青が発色しないので、まあこれをちょっと今日は使ってやってます。根元は今開けてるのがだいたいそうですね 2.5 ぐらいかなと思います。開けてるところとしてはそれ以上は、まあ、あの塗ってるうちにちょっと後でグラデーションで若干攻めようかなと思うんですけど、はい、このような感じにリパレットで塗っていきます。で、毛先は残してます。はい、サイドは1回でいきます。はい、この R 状に取ったところを塗っていきます。入り口が R になっているので出方がちょっと中から出てくるような感じになるので、入り口は R の方が、まあ、直線よりはいいかなと僕は思います。で、あるものを入れることによって、パウダーブリーチで削れないとこも削ってくれるので、それによって発色抜けた感じが検証するとちょっと違うんですよね。例えばパウダーブリーチとそれをあるものを入れてブリーチしたのを例えば1時間放置したとしますね。そうすると色の抜け方っていうのがちょっと違って、だパワーが若干強いんで、ちょっと毛先は後で塗るっていうような感じにしてます。あと顔周りもちょっと結構傷みやすいところは、まあ、ちょっと抑え気味にしようかなっていう感じにはしてますんで、塗布量若干顔周りは薄くしてます。で、まあ、ブリーチの難しいところは今これ結構ムラに実際今なってるんですけど、ここからこのコームで綺麗にしていくんですけど、結構今結構ガッチリ塗ってもそれでもやっぱり塗布量のムラで発色が全く違う感じに変わっちゃうので、まあ、ここでコームでちょっとなじましていく感じですね。でこれで根元をちょっとコームワークで塗っていくような感じにしてます。このような感じに、コームをこうやってずらしながらですね、そうするとこ見ていただくと分かるんですけど、縦のウィービングがこう入ってるような感じになるんですね。これがこのコームのポイントなんですけれども、これによってグラデーションが作れます。で、中間の薬を根元側に伸ばしていくような感じですかね。で、コームワークでこのように伸ばして、で、まあ、もみあげはあんまりやんなくていいと思うので、もみあげはその辺は楽にやります。はい、こんな感じで、ポイントはコームあんまりこうがっちり持たない方がいいですね。こういう風な感じでテンションが何て言うんでしょうね、コームだけこう動くみたいな感じの方がいいと思います。均等にはなってないんで、ここから均等にしていく感じですね。こういう感じで、コームワークをさせながら根元から綺麗にこうなるようにしていきます。その時コームのテンションをほぼかけないでダラダラって持った感じ、手を動かしてコームがなんか跡がついてくるような感じがいいです。あまりテンションかけると痛んじゃうので、であんまり良くないのが、めちゃくちゃ綺麗にやろうとして性格がすごいしっかり真面目な方とかきっちり派の人はブリーチ向いてないと思うんですけど、あんまりちゃんとするとなんか変になるんで、気をつけた方がいいです。それよりも早くやった方が絶対うまくいくんで、時間の方が大切なんで、なんかきっちりやるよりは時間の方をイメージしていった方がいいと思います。で、ここで毛先を塗っていくんですけど、毛先はもう手で塗っちゃっていいので、もし塗る場合は根元が上がってきたら毛先は手でこう揉み込んでいくような感じですね。ただまあちょっともうちょい根元上げたいなと思います。なぜかっていうと、ブルーを入れた時に根元の方が中途半端だと毛先だけすごい色がガンって入っちゃって結構バランスが悪いんで、なんか引っかかりやすいですか？普段そうね。引っかかります。結構引っかかる。結構絡まりやすいです。結構絡まりやすいね。そうですね。溶かす溶かさないっていう点で結構絡まりやすいかもしれない。まだちょっと弱いんで、これでちょっとやっ
やっていきますじゃないか。ちょっと時間を置いてから毛先をやります。で、ブリーチ終わりまして、ちょっと表面の毛混ざったりもしてるんですけど、この状態にアプリじゃないやロコル、インディゴ、これを入れます。